大阪府大阪市西淀川区野里に本部を置く医療、介護事業を展開している、公益財団法人である。略称は、淀協。全日本民主医療機関連合会に加盟しており、大阪府大阪市西淀川区、淀川区、川区福島区、小野花区、吹田市、茨城市で38の医療、介護事業所を展開している。西淀病院及び、全医科診療所では、 社会福祉法に基づく無料定額診療事業を行っている。2018年一般財団法人から公益財団法人に移行2020年7月1日、医療法人この花博愛会、医療法人協愛会、医療法人協和会と法人合同し、西淀川区、淀川区、この花区、福島区、つ田市、茨城市に事業所を置く職員千人。 一病院重診療所一研究所一老健施設一看護小規模多機能施設24介護事業所の38事業所体制になった淀川勤労者厚生協会の拠点病院姫島診療所に隣接している全日本ミニ連事業所一覧大阪府全日本民主医療機関連合会2020年5月4日閲覧 無料定額診療実施施設一覧表。大阪府。2020年5月3日閲覧。7月1日、新しいヨド協がスタートします。公益財団法人ヨド川勤労社交性協会。2020年7月2日閲覧。内科小児科アレルギーィ化成経験科大阪府。医療機関情報システム。大阪府。2020年7月2日閲覧。 大阪府医療機関情報システム大阪府2020年7月2日閲覧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  大阪社会医学研究所大学での教育活動。大阪社会医学研究所。2020年5月4日閲覧。西淀川、淀川県安友の会。公益財団法人淀川勤労社交制協会。2020年5月3日閲覧。ありがとうございます。